皆さんこんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすまいこチャンネルです。こんばんは。ハローハロー、グッモーニング、アニハセヨというわけで始まりました。昼間にね、どんどん焼きのお団子作ったから、今日はそれを食べながらエロの続きをやろうと思います。明かりどう、こんな感じで。まずじゃあね、お茶を飲もうね。ルイボスティー、ペゴちゃんのカープ。お湯の音とかいいよね。水の音とかね。今日頑張ってる3本目。すごいよね。やるときはやる。する。今日はね、ルイボスティー、あ、ささやくんで、ルイボスティー飲んでみる。でね、これがね、どんどん焼きで焼いたお団子ライトアップ。ちょっと固くなっちゃったけど食べる。これ食べるとね、1年風邪ひかないんだって。きび団子じゃないよ。どんどん焼き団子。このね、砂糖醤油で食べてみる。あ、餅の動画が人気だから団子もいいかな。団子食べてみた。分かった。美味しい。違うさ、ちゃんと手拭こう。それで作ったお団子溶かしたらこんなんだよ。ユニコーン団子、
体もつけてみた。なんだっけ、たてがみもつけた。尻尾も。でもちょっと顔は平面。やにかーんたんがライトアップ、ライトアップすると真っ黒くなっちゃうね。よろしくお願いします。今年も、あ、ユニコーンの羽がなかった。今年も羽ばたいてこんまりかーん。正解ね、これここだったね。スマイル、スマイル、スマイル、スマイルマーク、スマイルフィットネススタジオ、今年もやるぜ。スマイル、今年発表会もやるぜ。怖い。そしてマセヨシとマセヨシでハートー、かわいい。団子こんな風に老けたよ。一応みんなに見せた、うん、食べ過ぎるとさ、もう20アゴ30アゴになっちゃうからね。紹介までということで、お団子は紹介した。なんかね、外でね、どんどん焼きね、いろいろ、何だっけ、しめ縄とかそう飾り、竹とか燃やして、でそこのね、そこでね、刺身とか食べてね、楽しい。ビールも飲んだ。はい、というわけで。LOL はマリコさんどうなったんですかという声はないですが、あ、そう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 、なんだっけ、新ライフゆっくりさん、いろいろ教えてくれてありがとね、嬉しかったよ。その後もまた動画上げてくださいって教えても、コメントもらったのでね、さっきのベイビー、私のベイビーはこの子でも鼻かんぼまだ、この先ね、ここまで止まんないよね。次ね、靴と哺乳瓶までやったね。あ、そう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 、次はね、多分服が入ってる。どれだっけ、まだどっか行っちゃうとね、まずいね。 あれ、あ、これこれこれ、前回これがね入ってなかったね。今回は大丈夫。お兄ちゃんも結構苦戦してたね。はい、ということで、雲と、あ、違うな、なんだっけ、なんだろう、曇りと太陽、ここうなってね、これが秘密の暗号っていうので、これを合わせるの、このカードでこうやって見て合わせるの、ここに、ここにね、秘密の暗号が書いてあると、ね、曇りと太陽、曇りと太陽、お、あれ、いやだね、またマジ、え、違う、曇りと太陽違う、雨とレモン、雨とレモン、こい、うお、今回すごく嬉しいね。この間全然開かなかったもんね。この間開かなかったのがね、これこれこれ、哺乳瓶、これがね全然取り出せなかった。
今度はスムーズだね。マルコさんよかったですねっていうコメントいっぱいもらった。ありがとう。味噌キャベツさんコメントしました。ありがとう。味噌キャベツさん久しぶりだね。みんなコメントいつもありがとうね。楽しくいつも読んでる。じゅじゅーん、こんなお洋服です。ちょっとね、光が難しいんだよね、ライティングが。今度兄ちゃんにライティングのこと聞こうね。この子なんて名前だっけな。この子はね、ソウルベイビー、かっこいいね、ソウルベイビー。ソウルベイビーちゃんお洋服だよん。かわいいね。YouTuber はちゃんと着替えるとこ映さないんだよね。裸ん坊は映さないとこはさすがだね。気配り最高 YouTuber。 よっ、おー、切れました。おー、足入ってなかった。ここか。わー、おしゃれ。イエーイ。私よー。マリコさんに来たのは私よー。バングル、ここにするやつ。あ、岡本鈴。17位、ま、ランキング、みんな応援してドリーミーメン。よいしょ。バングルどうやってやんのかな。アンジュちゃんよく上手にやってたの。これ難しいよね。こんな感じですね。あ、そう、お靴も履かせる。バイノーラルマイクだった。今日お靴も履かせます。金のサンダル、かわいい。この間着た子もかわいかったんだけどね。よし。何？こんな感じです。それでね、面白いのがあるんだよ。知ってる子は知ってるけど、知らない人は知らないよね。これね、哺乳瓶ソーダじゃないよ。これをね、水を、じゃじゃーん、今日リカちゃんのね、リカちゃんのお風呂を借りてきた。こんな感じでピューッと水をさ、
そうやってさ、そんでね、この子にね、なんだっけ、ソウルベイビーちゃんにね、飲ませんのさ。いきます。見えるかな、みんなに。ちょっと待ってよ。ちょっとサングラス外そうか。お顔がよく見えるようにね。ちょっとサングラス外します。かわいい。ここにね、ピューってね、飲ませない。暗いな。え、こてちね、ミルクの時間ですよ。そうすると、どっから出てくるかね。出てこないの。口とかね、どっかからピューって出てくるはず。耳とか。もしかして水が入ってないの？入ったはず。そうするとね、どっかから出てくるね。どこ出た？お兄ちゃんやったかな。お兄ちゃんね、あんまよく見てない。そうすると、こうやって、わかる？わかんない。あらららら、耳から出てくる。耳から出てきたよ。そんな面白い感じにできまーす。ね。チャンチェーンってさ、消防の人がさ、夜景って言ってさ、回ってくれる。そんで、この人形は、ここに入れてもいいか、入れてもいいし、ね。ここにね、置いてみるよ。はーい。お休み前に火の用心って言ってるよ。こんな感じでね、ほら、かわいいでしょ。ステージアップすることもできるんですよ。ねえ。ちえちゃん、あとね、こういうね、人魚みたいな服もついてるからね、ここに着せたりとかもできるんだよ。すごいね。これもついてる。ライトがな、こんな感じでね、メガネになってね、また変身したらモテるね。という方で、結構 LOL にハマっているマリコチャンネルですが、今日はそれでさ、こないださ、ドンキホーテに行っちゃった。ドンキホーテ。
ゃじ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 ゃ。LOL ペット。LOL サプライズペットっていうのがあった。前もこれも欲しいなと思ったんだけど、なんかペットはなーとか思ったけどね。もう可愛い買っちゃった。それでね、アンジちゃんとなんか2つ買うと、なんとドンキだけかな、持ってる子いる。ちえちえん、エロエルサプライズミッションボックスがプレゼント、2個買うと、その限定、限定によらいマリコチャンネル。あのね、どこだっけ、クリアーズもないし、どこだっけ、ヨドバシカメラもなかったよ。ドンキだけじゃーん。それで2つ買っちゃった。アンジちゃんはね、ベイビーのやつそのうち借りるね。中をどうなってると言うと、じゃじゃーん、なんですかマリコさんって言われそう。タカラトミー、やっぱりタカラトミーは頑張ってるね。こんな間怒ってごめんね。そういうこともあるよね。あ、でもね、思った、結構私ね、優柔不断なとこがあってね、あっちも良かったなとか思ったりするよね。取り替えてもらったらさ、あっちの子も良かったなとか思うじゃん。ダメだね、そういうのは今年からやめる。もうこれっつったらこれ、ね、それで、あ、そう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 、この子知ってる、なんだっけ、ソウルベイビーか。これね、12種類くらいあるの。アンジュちゃんも出たのよ、この子も。それでさ、あのリップスティックチャンネル見てる人、みんな見てるよね。そっから来てるよね。まあ、よさよし兄ちゃんもこのなんだっけ、ソウルベイビーちゃんだった。面白いよね。今度借りて3体並べたいね。キャンディーズすごくな、縁があるのよ、あなた。ごめんね、うるさかったね、調子乗っちゃった。縁があるの、私たちソウルベイビーに。この間の子も可愛かったよね。ね、ブリングクイーン、ブリングクイーンさんはね、新ライフゆっくりさん、うん、ね、の妹さんもね、なんだっけ、あの子だね、新んブリングクイーンさん、このこれもレアだったんだけどね、開かなかったからね。まあ、お人形さんもご縁です。皆さん、マリコさんともどもよろしくお願いします。ってなわけで、あ、そうそうそう、これどうだったんですかって言われちゃうね、話があっちゃこっちゃ。ミッションシール可愛いんだよ、見せちゃう。これ DVD ついてんのかなと思ったらね、シール可愛いんだよ、これほらめっちゃ可愛くない、これねえ、可愛いでしょ。ユニコーンもさ、マリコーンだから、ユニコーンの、そう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 、バナナ LOL とかあるんだよね、集めたくなるよね、これはね。マリコチャンネルも集めたい、頑張って働くぞ。でもね、可愛いでしょ。シールがついてて、このミッション交換ノートっていうのがね、今日バイノーラルマイク、バイノーラルマイクなんだけど、こうミッション、ミッションノートっていうのがあってね、なんかね、こうね、こうね、お友達とね、
交換ノートみたいになってる。かわいいね。我らの何だっけ、クイーンベイビー、違ったわ、ソウルベイビー乗ってた気がするんだけど、あれ乗ってないの、乗ってないの、乗ってた気がしたけど、ソウルベイビーちゃん乗ってないの、あれ、あ、この間の子はこの子、宝さんに行ったかな、チェックしてもらってね、また会おう。はい、ということで、こんなかわいいねノート、コレクションノートとかこうね、いっぱいこんなのがいますよって載ってんの、これレアだよね。どこだっけ、欲しい人はなんだっけ、ドンキにあるかもよ。あと何冊買ったよ、山梨の人がいるかな、伊沢のドンキ、はい、ということでこんなのもらっちゃった。そしてちょっとナーブなっちゃうか、これ LOL ペット開けてみる、ドキドキするね、お母さん早くやってよ、見たいから早く開けてよって言われてましたけど、やってる、めくったパッケージに秘密が隠されてるよ、だってどっから開けるんだろう、 LOL ってさ、開けるとこはいまいちうまくいかないよね。お宝さんなんかうまく考えてほしいな。なんか途中で隠れてるからね、あったあった、これをまたなくさないようにしたいですね。もうこういうの、あ、こういうとこ映さないから。バイノーラルマイク、うるさいかな。ミッション。なんか、メッセージがあるよ。なんだって。王冠となんか顔が2つついてるよ、みんなに見えるかな、これ見える、こんなのなってるよ、ごめんね、ライトがね、照明を勉強だね。はい、そしてまだもう一個かな、もう一個、ここよいしょ、なんかかわいいの出てきたよ、ワンコ、ワンコ、でもまだわかんない、ニャカ、うるさいのかな、これうるさかったらごめんなさい、はっ、これかな、黒のワンコですってこと、黒白、あ、違うかな、これ初めて、アンジュちゃんも買ってないからわかんない、だいたいいつもさ、アンジュちゃんがさ先に買ってるからさ様子がわかるんだけど、今回わかんない、初めてペット買った、こんなんなってる、そしてでは、なんかドキドキする、こんな、なんかこんななってるよ、あ、これが砂とかいうのだ、それで、またなくさないようにしなきゃ、
メガネが入ってて、はい、よく読んでください。何何？砂トレーの外し方、掘り起こそう。なんか掘り起こすんだって。それから、あの YouTuber の人、いっぱい買ってる人すごいよね。手際よくいっぱい開けてさ、すごいと思う。あ、なにこれかわいい。かわいくない？帽子じゃん。あ、もしかしてあの子かな。やば、ドキドキしてる。これはあの時から続いてるよね。牛乳したしか、メロンの時とかね。レインボー、ぜひあの牛乳浸しパン買ってみた。 いくつだったかな、3かな、なんか見てみて、これ面白い。あの動画気に入ってる、見てないから見てください。牛乳浸しパンです。牛乳浸しパン買ってみただったかな。いや、なんか凝ってるね。めっちゃか、見て、かわいい。フクロウかな、ちょっと、ちょっと動揺を隠せない。ちょっと最近さ、フクロウかわいいなと思ってて、袋を見に行こうかなって。なんか川口湖かどっかにあるんだよね、袋。どれだっけ、エンジェルウィングスだって。鳥かな、ほら見て、かわいい。見てこれ、かわいいね。ちょっとごめんね、ライティングが。まるこさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。まるこさんのとこにやってきた。なんだっけ、ここに乗ってるよ。なんて名前だ。何ウィングスだっけ。エンジェルウィングス、天使だ。天使好きの私って、天使じゃん。エンジェルウィングス、すげえかわいい。どうしよう。だってここに表紙に載ってるよ、ほら。めっちゃすごくない、これ。なんだ、エンジェルウィングスはね、シアタークラブだって。シアタークラブはなんだ、 I'm fuzzy って読むのかな。なんだろう、この印の意味がいまいちわかんない。かわいい。そして、あ、そしたらね、何がつ、ごめんね、ちょっといろいろやってて今日は。に教えたいな。かわいいよこれ、ね、また哺乳瓶みたいなの出てきた。哺乳瓶が流行りか、哺乳瓶ソータとかさ、ね、そんでやっぱ可愛いの出ると嬉しいね。黄色いあの LOL サプライズもさ、かわいい。てか売ってなくてさ。あ、なにこれ、あ、なにこれ、かわいい。見て、天使だから、天使のなんか、なんだ、エンジェル、おおおこんな感じの、かわいいね。そしてどうすんの、どうすんの、どうすんの。はい。
バイノーラルマイク、ごめんね、むちゃくちゃかも。で、なんだって？これね、これ見て、砂が入ってんだって、こういう。よく見えないね。どうやってんだろう。砂を取り出します。ほら。LOL 可愛いのが出てハイテンション、かつ隠せない。そして何何、砂を取り出します。裏側から袋を開けます。こういうとこ映せばいいんだよね。下に寄っちゃダメだよね。余るわ。タカラさんも頑張ってるね。輸入だけだね。これを砂トレイを取り出します。掘り起こそう。これをどうするの。太陽の光でカラーチェンジするものもあります。だってこういう感じでね、可愛いでしょ。砂みたいになってんの。砂なんだ。それをここに入れて入れんのね、ここに。ここに入れないのか。これを掘り起こす。あ、そういうことか。砂トレイの裏側から袋を開けます。これをこういうことか。 あ、この音良くない。ドイツの皆さん、また消防団がカンランから来て。この音良くない。どう、うちの皆さん、砂の音はどうでしょうか。いい、どうだ。ほら、こっから掘り起こすんだって。このスコップで何が出てくる、何が出てくる、何が出てくるかな。あ、かわいい靴出てきたよ。めっちゃかわいい。これ光っちゃってね。難しい。こんな靴だよ。あとでカチャカチャするね。かわいい。なに、シャボン玉液を入れます。シャボン玉ボトルが入ってる場合があります。へえ、いろいろあるんだね。入ってない場合もある。そっか、鳥だから2つか。これで終わりかな。お、なになに、シャボン玉ボトル。この子は何だって。砂をすべて取り出し、振り起こそう。こっちに入れてみようか。全部掘れたのかな。これは強くない。いい音じゃない。ふーちゃんどう。だんだんね、コメントくれるみんなの名前覚えてきたな。大吉さん元気かな、そういえば。2つかもね。
どうも。あ、こっちの大きい方に入れてみた。入ってるの2つっぽいな。ズワズワする。オッケー。そしたらシャボン玉ボトルは入ってないよね。はい。そしてシークレットメッセージを見つけよう。シークレットメッセージなんだっけ。メガネじゃないか。なんだろう、2つの顔と王冠って書いてある。なんだろうね、これのミッションってね。何かあるね。分かる人教えてください。ほんでペットのお尻からプープー。カプセルのお尻遊び方、ここまで水を入れてね。何かするんだ。ボトルが入ってれば。入ってた、入ってる。はい。ボトルが入ってる場合どうすんだろう。ここまで水を入れてね、どうすんだろう。あ、涙がポロリとか、口からピュッ。うんうん。おもらししちゃったとか、いろいろあるんだ。お湯でカラーチェンジする場合もいるって。この子はでも死なそうだな。なぜならザラザラしてる。うーん、じゃあなんかピューと出るらしいから、それやってみようか。よし、またリカちゃんバスタブ登場。そしたらどっから出てくるの？ここか。おかしいな。もう一回やってみよう。この辺みんな YouTuber の皆さん上手に撮ってるよね。どうなんだろう。どこから出てんだろう。あ、縁だ。多分。ちょっと待って。ピューっと多分。ブヘ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 。縁から出しました。かわいいね。かわいい。ラッター。私ね、帽子好きなんだよね。ベリーボ大好き。やったー。っていうわけで今日はなんだっけ、 LOL ベッド、それから LOL ラップだっけの、我が家に2人がやってきた。これからもよろしくね。お人形大好き。
ちょっと今日長くなっちゃったけど見てくれてありがとう。このチャンネルを気に入ってくれた人は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくね。マルコンよろしくね。ティアね、またね。バイバイ。バイバイ。ピューピュー。エンジェル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 。